こんにちは、脱力系マクロミチャンネルのやちゃんです。今回は麹の甘みがじんわりと美味しい麹漬けを紹介します。麹の漬物っていうとべったら漬け有名ですよね。私も動画をアップしてるんですけれども、これね、野菜を一回塩漬けしてからもう一度麹で漬けていくという工程なので、ちょっとね、手間と時間がかかっちゃうんですよね。そこで今回はぬか漬けみたいに漬け込むだけで麹漬けができてしまうという麹の漬け床を紹介します。材料はたった3つ、とっても簡単なので、ぜひよかったら最後までご覧ください。このチャンネルでは体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理やお菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.それでは麹床を作っていきます。こちらがですね、生麹を今回ご用意しています。先日ねご紹介した自然栽培マイスターの宮田さんが作っている麹です。生麹が手に入らない場合は乾燥麹でも作れます。乾燥麹の場合は水分が少なくなってますので、 200cc の乾燥麹に対して 50cc のぬるま湯を注いでですね、30分ぐらい漬けておくと、この生麹の状態に戻りますので、そんな風にして使ってみてください。よくほぐして、そしてここに温かいご飯を入れます。ご飯はですね、炊きたての場合は60度ぐらいに冷まして入れてください。60度以上ですと麹菌が死んでしまいますので、60度以下に冷まして入れてください。麹とご飯がよく混ざりましたら、ジップロックのような袋の中に入れていきます。そうしましたら袋を閉じて、これが甘くねっとりとしてくるまで3時間ほど保温器で保温します。私は低温保温ができるオーブンで保温するんですけれども、そういったものがない方は炊飯器の保温モードで蓋をちょっと開けて置いておいていただいたり、炊飯器を保温にした上が結構あったかいので、そんなところに置いていただいてもいいです。3時間60度で保温しました。先ほどはね、ちょっとサラサラっとしていたと思うんですけど、こんな感じでもっちりと全体がと餅状につながって、もちもちっとした感じになっています。ちょっとね、食べてみると甘酒のようにね、甘くなってきています。こんな感じでもちもちっとねっとりしてきたら、ここに塩を加えます。で、塩をよく混ぜましたら、でこの状態で冷蔵庫に2、3日置いて塩をなじませていきます。はい、冷蔵庫で3日熟成させました。塩がね、慣れてきて甘みがしっかり出てきます。そしたらこの中にお野菜つけていきましょう。まずきゅうり、きゅうりはこのままいっちゃいます。ぎゅぎゅぎゅ埋まっちゃいました。そして人参は、疲れにくいのでちょっと、4分の1に縦にカットしてあります。これも入れちゃいます。埋まっちゃえ。はい、ね、人参入れてきます。はい、そしてお茄子、お茄子はこれもね、ちょっとね疲れにくいので、お茄子も半分にカットしてつけていきましょう。もっと大きい茄子だったらね、4分の1カットでもいいです。はい、これもしっかりとつけて、だいたいこの分量だと1回につけられるのは
このくらいかな。ギリギリもう一個ナスつけられるかどうかっていうところで、しっかりと中にね埋まるようにつけていきましょう。うん、なんとか埋まりましたね。人参1/2、細めのきゅうり1本、そして中くらいのナス1個、このくらいがいっぺんに、つけられる量だと思います。これでだいたい5、6時間、半日くらいで美味しくいただけると思います。最初のうちの方がしょっぱくなるのが早いですね。4、5時間で1回出してみて、味見してみて、まだもうちょっとつけたいなっていうのであれば、もう少しつけるっていうような感じで様子見ながらつけてみてください。これはですね、5時間をつけたものです。水が出てね、つけどこが少し緩くなってますね。こんな感じになってます。軽く拭って、このままね、ついたまま食べちゃいます。で、緩くなったつけどこにはまたね、炊いたご飯とお塩をね、お好みの量足しながら使ってみてください。酸っぱい匂いがしてこない限り何度も使うことができます。ただお魚とかお肉とかつけちゃうとちょっと匂いがついちゃうので、お野菜の場合は何回も使って大丈夫です。食べやすい大きさにカットして、完成でーす。それでは試食いってみたいと思います。ではまずきゅうりから買おうかな。甘っ、うまっ。これはね、甘じょっぱくてぬか漬けとは全然違って美味しい。続いて人参もいってみたいと思います。人参も甘っ。なんかね、旨味がギューってね閉じ込められてる感じで。では続いてナスなんですけども、実はナスだけはきゅうりと人参に比べて漬け時間がちょっと長く必要なんですね。なんで、きゅうりと人参は4、5時間なんですけど、ナスだけはね、8時間くらい漬けたものです。食べてみたいと思います。ナス、うまっ。ナスってこんなに甘くなるの？って感じ。なんか売ってるナスの漬物みたいに美味しいです。ナスとすごく相性いいんじゃないかなと思います。いや、こんなに簡単にね麹漬けできちゃって感動です。私はぜひ皆さんも作ってみてくださいね。じゃあねー。